高く思えて車を寄せた雨上がりの店。通勤や通学の補助手段として重宝がられている自転車。買い物にも、あるいはちょっとした外出にも自転車は便利な乗り物です。しかし、そうした便利な自転車も扱い方によっては厄介だ、時には極めて危険なものとなってしまいます。車にとって置きっぱなしにされた自転車はご覧の通り、ドライバーなら一度や二度は経験するイライラ。自分一人ぐらいと思って置いた自転車も、数が集まるとマナーが悪いというだけでは済まされません。歩行者にとっては危険この上ないものになってしまいます。小さな子供にはどう映るでしょうか。置きっぱなしにされた自転車は、こうした立場の弱い子どもや老人、体の不自由な人に最も重大な被害をもたらせてしまいます。人の命を左右しかねない緊急車両にとっては、もう邪魔、あるいは危険などと言っている場合ではありません。ここに自転車を置きっぱなしにしている人のところへ向かっていることだってあるはずです。実際に救助・救急に携わっている消防署員に聞いてみました。消防車や救急車は一刻も早く火災現場・救急現場に到着することが被害を軽くし人命を救うことにもなるのですが、放置電車によって現場到着が遅れることがあるんですよね。このように救急・消防活動や社会的に立場の弱い人々はもとより、ありとあらゆるところで迷惑をかけている自転車。そこでもう我慢できないという住民の声に応えて、昭和59年3月、世田谷区でも自転車条例を制定しました。その条例によって、駅前などを中心に駐車場が整ったところから整理区域に指定し、違反した自転車が撤去されることになりました。1ヶ月前から立て看板やビラで注意を促し、さらに前日にも同じビラをつけ、それでも置きっぱなしにしてある自転車を撤去するシステムになっています。撤去にあたっては、一台一台自転車の特徴や壊れているところをチェックしています。聞くところによると、後で引き取りに来る持ち主から
壊れ方について文句が出る。そんなことから厳密なチェックが必要との話です。世田谷区内のこうした撤去の費用だけで年間1億円以上もかかっています。心ない一部の人たちのためにみんなの税金が使われているのです。撤去された自転車は区の自転車保管場所である集積所へ運ばれます。ここが桜新町にある集積所です。この日300台を超える自転車やバイクが運び込まれてきました。世田谷区内には他に4カ所の集積所があり、現在合わせておよそ1500台が保管されています。保管された自転車は1台ごとに撤去された日、場所、車体の特徴などがコンピューターに登録されます。そして持ち主を調査して通知のハガキが送られます。すいません、自転車取りに来たんですけど。それでハガキかなんかお持ちでしょうか。こういうのは。では恐れ入りますが、こちらとこちらでね、はい、ご住所とお名前ちょっとお書き。あ、そうですか。三軒茶屋二丁目の高橋さんですね。はい、そうです。少々お待ちください。自転車持ってまいりますんで。ただし返還の際、費用として自転車で1500円、バイクで2000円払わなければなりません。こうしたきめ細かな手続きを踏むためか、撤去された自転車の8割は持ち主に引き取られると聞きました。これですね。はい、そうです。しかし、2ヶ月経っても引き取り手の現れない自転車は再利用に回されるか、仕方なく処分されることになります。その一方、区内の各地に自転車駐車場が作られています。では放置自転車はどうしてもなくならないのでしょうか。住民たちは嫌な思いをして我慢しているしかないのでしょうか。京王線と井の頭線の交差する明大前駅。ここに住民たちの努力によって放置自転車を追放した例があります。今でも活動を続ける地元の人たちに伺ってみました。私たちが当時青年部におりましたんですが、青年部の方でこの自転車ですね、大変通行にも困るような非常に危険な状態になりましてね、なんとかその青年部の方で対策がないかという呼びかけをされまして、で始めたわけなんですが、当時はこの狭い明大前の駅前に約400、500台の自転車があったと思うんです。でそれを毎朝3、4人で出まして整理をしたり
その一人一人にね呼びかけまして、この自転車の後ろにくっつけるあのここへ置かないでくださいという呼びかけのビラを貼り、またなおかつ今度はそれを甲州街道へ運ぶという作業をいたしましてね、そうですね、なくするまでにはどうだろう、半年ぐらい、半年ぐらいかかったですね。ただ自転車だけをね片付けたりなんかしてるんじゃまたもったいないわけですよ、ね、ここはね自転車以上にねゴミのひどい町でした、まあ、自転車をさることながら、ね、ゴミがねこれはひどかったんです。それでやはりまずそういうところからきれいにしていきますと、こうほうきを持ちこういうものを持ちながら、一人一人におはようございますと、今私たちはこういう運動をやっておりますと、どうぞご協力くださいと言って、それで協力を呼びかけたんですね。こうして粘り強い努力によって放置自転車のない本来の駅前が戻りました。数は多くても元はといえば一人、そこで一人一人に訴え共感を得る、そこに放置自転車をなくするヒントを見たような気がします。しかし他の地域の現状は未だ芳しくありません。この数は6年前に比べておよそ2倍、今もほとんどの地域で放置自転車の数は増え続けています。数多い放置自転車も一人一人のちょっとした気遣いでなくせるはずです。